フェアウェイとスプーンを打たせていただきました。まず最初に感じたのは、もちろん飛距離とかももちろんなんですけども、一番感じたのは球が上がりやすいってことです。我々年齢がもう私も70になるんですけど、70になるとだん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 、フェアウェイウッドが打ちにくくなります。で、特に3ウッドが非常に苦手になってきて、中には3ウッドを外す人も出てきます。今回のスプーンなんですけど、非常に打ちやすいです。高さが出ますから、安心して使えると思います。そういう意味では飛距離だけじゃなくて高さも出るっていうので、非常にいいと思います。打感は非常にいいですよ。今までの、マジェシーと同じように少しチーンという、こう余韻がですね、フェアウェイウッドには必要なんですけど、その余韻は残ってますね。ですから打感はそういう余韻で、高さが出て、飛距離ももちろんですけど高さが出るっていう、優しいっていう感じがしますね。はい。